ったんでしょう。ショー。はい。今回はね、久しぶりのあかんでしょうになりそうな予感なんですが、まあそもそもの発端はですね、このファミコンね、このスペースに、まあモバイルバッテリーを組み込んで、まあモバイルファミコンを作りたいというところからスタートしているんですが、このモバイルバッテリーね、いろんなものを、まあいろんなサイズが欲しくて、まあ調べて購入しているんですが、まあ今持ってるのは古いんですけどね。その中にちょっとヤバめなやつがあって、久しぶりのあかんでしょうになりそうなんですね。こちらです。まあパッと見ね、このような表記がありますんで、モバイルバッテリーなような気がしますよね。ほら。ここで充電ですね。で、この両脇にある USB アダプターから、まあ 5V 1A と 2.1A が出ているということになります。そして謎の電源スイッチがありますね。こちらにもボタンがありますよ。なぜモバイルバッテリーにこんなボタンがあるんでしょうか。普通にね、パワーのインジケーターはあるんですが、液晶でしょうか、ABXY ボタンに、S/P とか、リセットとかね、ありますね。スイッチ入れてみましょうか。はぁ、これはボンバーメン。とりあえずイングリッシュかな。イングリッシュ。はぁ、これはプラネット。バーサスゾンブアングリーバード、ん、アドベンチャーアイランドってやばくない。ポケモンもあったよ。メガマン、スーパーコントラ、やばそうな雰囲気ですね。違うことを期待したいんですが、まさかのそのまま416も入ってる。あ、本当だ。いやー、もうなんかね、同じの重なってる。プラネッツ VS ゾンビーズ。これはなんだ、これは、ん、カーソルがありますね。方向キーでカーソルが動きます。これをやるのかな。ポチッ。起きましたが、なんだ、何も起きないぞ。あかんねえ。これはでもオリジナルタイトルっぽいですね。安心しました。やばいやつかと、あかんでしょうかと思いましたが、つまんないんで、次。アングリーバード、バーズ、怒ってる鳥。なぜ鳥は怒るのか。これなんだ、ん、ああ、これであそこを当てるということかな。えい、おお。いきなり当たった。あんまり考えてないというか、勝手に飛んでた。あ、的飛んでっちゃったよ。 A ボタンを押すだけで飛んでっちゃうが、なんと当たっているじゃないか。え、やっぱ当た、え、え、あ、壊れた。え、いきなり2個余してクリア。あ、クリアだ、クリア。今度は、あ、少し難しくなってんのかな。2個に減ったけど、えい、あ、届かない、あ、届かない。角度変えられる、あ、角度変えられますね。角度変えられる。おお、ぴったり。あ、ちょっとあそこ難しいな。どうだろう、もっと高く飛びすぎ。お、ぴったり。あ、逆に届かないか。もっとかな。えい、お、あ、あー、いっちゃうな、これ。超えちゃったな、難しいな。むしろ破壊かな、どうだろう。このぐらい、あ、破壊してなんか倒しました。クリアでしょう。クリア、クリア。これも一応オリジナルですね。オリジナルだけど、ちょっとまあ、飽きますね。さあ、ポケモン。ポケモンやばくない？でもファミコン版ポケモンってなかったけど、これ何？
ピカチュウさん?ポケットモンスターになってるけど、やばいよね。キャラクターパクってるって感じがしますけどね。いけませんね。動かねえぞ。あ、これからか。あ、一応ピカチュウ動かしてる。キャラクターの判定的にアウト。まあ普通のアクションですね。敵かな、あれは。避けると。あっと、これ踏んだ?踏んだね。踏めるんだ。マリオ感覚。あ、でもちょっとね、こう、スムーズに乗れない。細かい調整ができてない。よし。よし。あー、あった、危ない。ちょっとね、勝手にジャンプしちゃったな、今。はい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 。さあ、いけるか。よし。踏め。よっしゃーっと。しちゃった。落っこちゃった。最初から、もういい。さあ、アドベンチャーアイランド、どうでしょうか?えい。うん、これはやばいぞ、これは。やばい、隠せ隠せ。これはまんまじゃないでしょうか。モーリ名人の冒険島になってるかな?ああ、そのまんまですね。これは名人の冒険島。なんかせっかくね、こういったいいアイデアを持った商品作れるんだから、このね、ソフトもできればオリジナルでやってほしいな。これ完全に、ファミコンソフトですね。これ全部そう?やばそうだな。このメガマン。あ、違う。メガマックスだ。メガマンじゃない。あ、これもでもファミコンであったよな。ファミコンであった。これやばい。これもあかんでしょうですね。さあ、あかんすぎるので、モバイルバッテリーの性能はどうかなということをチェックしたいと思いますが、ちゃんと使えるんだろうな。まさかのパクリゲームで終わっちゃってるなんてオチはないよね。よし。硬いな。なんか硬いんだよね、こういうの、いつも。入った。壊れちゃったりしないか心配になっちゃうんだよな。はい。これはタイプ C ね。最近使ってるワンダースワンをここにプスッと刺します。モバイルバッテリーとしてちゃんと給電はされてますね。給電というのか、はい、ここもちゃんとね、インジケーターが光ってます。ではスイッチオン。あ、余裕でつきます。余裕でつくワンダースタジアム。あ、モノクロもね、えらい綺麗ですね、バックライトでやると。まあね、モバイルバッテリーとしては問題ないと思いますね。はい。が、やはりね、こう、せっかくこう、コンセプト的に面白い商品なので、ゲームはね、やっぱりこう、自前で用意してほしいなと思います。もしくはライセンスを取るとかって、まあ無理だとは思いますけど、あのね、ファミコンソフトはね、フリーウェアではありませんので、まあぜひともオリジナルタイトルを作って、搭載してくれたらいいとか、まあ自分でね、突っ込めるようにしてくれたら、こっちでなんかやりたいと思いますけども、まあゲームにね、夢中になりすぎちゃって、モバイルバッテリーのバッテリーがもう干上がっちゃってたとなっては、まあ本末転倒か。ではまた。